ようこそ JNW へ。今日も一日お疲れ様です。本日のパーソナリティを務めますアリントンです。今回お送りする話題は北京オリンピックについて。東京オリンピックから約半年しか経っていないこともあり、選手や関係者たちから様々な比較がされているようです。2022年2月4日に開幕した北京オリンピックですが、ホスト国である中国は新型コロナ感染のリスクを最小限に抑えるために様々な工夫を凝らしています。毎日の PCR 検査を義務付けて、25カ所ある会場はバブル方式で運営されており、食堂でもその配慮は最大限に発揮されているようです。ロボットが調理や配膳に大活躍し、人と人との接触を可能な限り抑制しています。天井に取り付けられたロボットアームが器を席まで運ぶという斬新なハイテクシステムを導入していたり、 AI シェフがハンバーガーを作り、コーヒーを豆から引いて入れる AI バリスタも登場しています。食事のメニューも多岐にわたり、ファーストフード、中華料理、西洋料理、ビーガン、グルテンフリーなど、アスリートの嗜好によって選ぶことができます。便利さと機能性を追求した北京五輪の食堂ですが、ロイター通信の記者が東京五輪と比較して、同じ状況下での運営なのに日本の食堂とは大違いと語り、ディストピアと表現して投稿しました。この投稿が海外で大きな反響を呼び、沸騰ワードとしてトレンド入りしそうな勢いを見せています。昨年の東京五輪では一部の外国人選手が無断で外出をして問題になりましたが、今回の北京大会では厳戒態勢が敷かれ、自由が著しく制限されています。その中で提供される食事は選手たちにとっては決して小さな問題ではありません。どんな内容でディストピアと表現されたのか、朝鮮日報など複数のメディアが伝える記事から垣間見ることができます。記事では世界各国の678種ものメニューがあるにもかかわらず、韓国代表チームの一部選手たちが苦しんでいることを報じています。3つの選手村のうち北部に位置している延慶は特にひどいようです。選手たちはかなりの鬱憤を抱え、不満が続出している状況との報道です。上記メディアの取材に答えたショートトラックの関係者は、中国はグルメな国と聞いていて、オリンピックの食事に期待しましたが、今まで訪れた国の中でも食べ物の質は最も悪いですと述べています。米紙ロサンゼルスタイムズの中国特派員ステファニー・ヤンさんも、ロボットが作ったのでどうすることもできませんの言葉を添えて画像を投稿しています。銀色のカップの中に麺や肉、スープが入り、正直に言うと北京五輪の最大の衝撃でした。メディア用の食堂でスパイシーマーラー鍋を頼んだら、辛さゼロのものが出てきましたと記しています。このように海外メディアによる食堂に関しての投稿が多く見られ、少しずつですがディストピアの内容が明らかになってきました。そのような北京五輪選手村の食堂の様子に海外からは多くの声が寄せられています。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。俺たち西洋人の責任もあるのかもしれない。マスクをみんなちゃんとつけていたらここまでひどくはなかったかもしれない。単純に考えれば中国は日本とは違うってことだよ。日本の文化はリベラルだけど中国はそうじゃない。とても面白いじゃないか。国民の半分が貧しさで飢えているのに、さらにロボットで仕事を減らすのか。バカバカしいとしか思えない。ロボットじゃチップを渡せないよね。私は人間に働いてほしいと思っています。ロボットが働けば働くほど失業率は上昇する。このように海外ではロボット食堂に関心が集まっているようです。報道関係者が作業などを行うメインメディアセンター MMC の中にある食堂の様子を外国人記者が伝えています。そのエリアは調理から運搬まで全自動で行われ、レジで鶏肉のホアジャオ炒めを注文した記者は詳細に料理が来るまでの手順を報じています。それによれば、温められた筒状の鍋に食材が入れられ、まるで洗濯機のように回転し、そこに追加の調味料などが程よく絡まり完成。その後、天井にある円盤状の台に乗せられてテーブルまで運ばれたそうです。この間わずか10分しかかからなかったとのことで、忙しい報道関係者には何よりだと思います。しかし味の感想は、最初は美味しいと感じたものの、途中から青唐辛子と赤唐辛子に大苦戦だったとか。これは食文化の違いから来るものなのかもしれません。またアスリートや報道記者による東京五輪で提供された食事と比較して投稿される写真もあります。比べると色味も全く違い、その差は歴然として見えます。やはりロボットで機械的に作られたものと人間によって調理されたものでは温かみが違うようです。ツイッターの中には、天井を走るロボットの写真とともに養豚場と同じ給仕システムが採用されているとの投稿もあります。接触を避けるとしたらこうなるのかもしれませんね。
ただ全てがこのシステムを採用しているわけではなく、ビュッフェスタイルになっているところもあります。まだ始まったばかりの北京五輪ですが、ディストピアぶりを伝える投稿は増え続けています。ニューヨークタイムズのエミー・クイーン記者も1枚の写真をツイッターに投稿しました。メニューと価格が表示されていますが、結構高額な印象です。同記者は、食事の状況は本当に悪い、最高の食事が外にはあるのに出前禁止ですと嘆いています。東京五輪でも価格が高いとの声もありましたが、間違いなく過去最高に美味しい、美味しすぎて体重が増加してしまうとの投稿が溢れていたので、対照的な感想ですね。あまりにもロボット一辺倒に見える北京五輪食堂ですが、新型コロナ対策としては評価できるという意見と、きめ細やかな対応が可能なのかといった疑問点も指摘されています。例として、ハンバーガーを AI ロボットが作る場合、バンズにサラダやミートを挟みます。その工程に人間の手は介在しません。非常に衛生的で万全の感染対策のように見えます。しかしデメリットとして、いくつか不安視する声があることも事実です。もしハンバーガーに害虫や異物が混入した場合、ロボットは気がつくことができるのかといったものから、レタスが1枚落ちた場合にロボットが補充できるのかなど、 AI ロボットには無理なのではないかという疑問です。人間の柔軟さはイレギュラーな場面にも素早く対応でき、ロボットにはない温かさも手作り料理には感じられます。北京五輪と東京五輪の食堂の違いは、国民性の違いでもあるのかもしれません。中国の国民性は効率化が至上命題のようにさえ感じることがあり、その傾向はオリンピック村での食堂にも現れているのではないでしょうか。それでは北京五輪選手村の食堂についてのコメントをもう少しご紹介したいと思います。海外の反応。注文を、野菜増し増しで油多め麺固めって、ロボットには無理だね。中国のハイテク万博かと思った。このクオリティでは正直言って高いなと感じる。写真を見たらロボットがマーラを入れ忘れたんだね。東京五輪の時も絶賛と酷評両方があったよ。これから絶賛される料理が出てくることに期待したいね。作るのがめんどくさい時のランチみたいだ。中国は4000年の歴史があるんだよね。悲惨な経験にしか見えないのはなぜだろう。中国の方が断然安心に見えるのは俺だけ。これはディストピアだわ。大好きなイチゴが全くない。 SF 映画の撮影かと思った。本当の意味でディストピアなものを見たのは初めてかもしれない。ロボットが作ったカクテル、なんだか別物に見えるんだけど。同じことが東京五輪で行われたら大絶賛だろうな。スタート地点から違うんじゃないのか。極端にならないようにしなくちゃいけないんじゃない。ものすごい防護服だけど、2年前にこうしてほしかった。冗談だろ、俺ならこんなもの掃除機にだって食べさせないな、ってゴードン・ラムゼーが言ってた。 MSG 専門のロボットはいないのかな。中国の料理って問題じゃなく、中国の食材の問題なんじゃないの。テクノロジーがどうこう言う前に、人間関係が捨て置かれているような気がする。東京五輪の時もメディアセンターの食事は評判がいまいちだった記憶がある。選手村は良かったけどね。アメリカの報道って、中国の食事とか韓国のユニフォームとかって荒探しばっかりしているな。中国の印象操作でコロナはゼロですよってアピールしているように見える。アスリートの食事って無料じゃないの。ロボットが飲み物作って人間が手渡ししているのはおかしいだろ。未来の病院ってこんな感じになるんだろうな。これがディストピアだって言うけど、タイトルが日本だったら、日本クール未来型のユートピアって称賛するんだろうな。ディストピアなのは米国の死者数だよね。防護服についたウイルスの生存期間は短いの。仕方ないんだろうけど、ゴム手袋をしているのを見ると歓迎されている気がしないんだ。ウイルス発症の地だから必死になるのも理解できる。防護服を着なかったら即刑務所送りになりそう。北京も他の都市同様、感染が落ち着いていません。昨年の東京五輪と今年の北京五輪は同じコロナ禍での開催です。特に食事は写真映えもして比較も容易なので、食堂に関しての投稿が目立ちます。そして AI 技術を駆使した北京五輪食堂には賛否両論があります。
中国らしさが前面に出た今回のオリンピックですが、食堂も中国の個性と捉えられなくもありません。世界が一つになって競技を競い楽しむ祭典は世界中から注視の的で、食堂で提供される食事も例外ではありません。平和の祭典オリンピックで大きなトラブルがなく成功裏に終わることが万民の願いなのではないでしょうか。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。